吉田茂が英国王女に言ったジョークとは、1961年、昭和36年、エリザベス女王のいとこであるアレクサンドラ王女が、戦後初めてイギリス王族として来日しました。これは、エリザベス女王からの親書を携えた公式訪問でした。アレクサンドル王女は日本文化に関心があり、日本各地を訪れました。その際、神奈川県大磯にある吉田茂邸にも立ち寄っています。吉田茂邸は広大な敷地に日本庭園もあるので、外交の場としてしばしば使われていました。吉田邸からは、富士山がよく見えると聞いていた王女は楽しみにしていました。しかし、あいにく当日は富士山に雲がかかって、あまりよく見えませんでした。王女はがっかりしながら言いました。富士山にはいつも雲が多くて、全容が見えないですね。そこで吉田は王女の落胆を慰めるべく、微笑みながら言いました。富士山は、自分より美しい人には顔を隠すのですよ。このエピソードを含めた吉田茂エピソード集15選という動画が画面下にあるリンク先にありますので、よろしければご覧ください。